今,宵は山田今夜のゲストは山口大学国際総合科学部学部長でいらっしゃいます杉学さんですよろしくお願い致いしますよろしくお願いします杉先生お久しぶりなんですよこの番組ねそうですね二回目になりますそうですあの最初にお目にかかったのが2018年ですから5年前ですよね、はい、でその時は実は国部長ではなくご紹介 あの時は教授ですもうなんか5年間の間にこんなにお偉くなられて今ちょっとドキドキしてるんですけれども <laughs> またあの前回とはね立場が違って今夜いろいろと学部のお話を伺いたいと思ってますのでよろしくお願いいたします。よろししくお願いしますさて前回お話を伺った時はちょうどあの1年から4年生まで学生が全員揃ったっていう年だったんですね。でももそれがいわゆるだからもう本当にスタート っていう感じだったんですけれども、でその時に先生に伺ったのが、あの先生ご専門がなんと全くあの文系ではなく理系でいらっしゃったわけですよね。そうですね。はい、私まあ基本的には生物学を専門にしてますで、あはいはい、そこに情報学のテクニックを使いながら、うん、まあいろんな、えー、生命現象を情報学で解析するみたいな、うんはい、そんなことでやってました。えその時は私多分えそれ どどういうことですかって伺ったと思うんですよ。英語関係ないじゃないですかみたいなこと。でもあの山口大学の国際総合科学部ってあの時英語コミュニケーションは高くて必要だけど、でもグローバル人材を育成するためにはこういったさまざまなことを学ばなければいけないんだっていうお話を伺いました。あのあれから五年経ちましたけれども、先生現在どうですかそのあたりの教育に関して。 あのー、基本的にはやっぱり変わってなくて、うん、もっとそのコミュニケーションっていうようなこと、はい、言語を使うとコミュニケーションと、うん、それから自然科学をの知識も必要だという、うん、その2つをもっとあのー、皆さんにお伝えしなければならないという,うん、うん、そういうことに力を入れ始めていて。 って名前がです、ねうん、まあ大きく国債と総合科学に分けられるかななんて考え始めて、はい、でどうしても国債が頭につくので、うん、みんな国際っていうことが主になってしまうんですよね。うん、でやっぱりもっと総合科学、うん、あるいは科学のところを私としては前面に出したいなっていうのがあって、うん、まあどちらが前後ろっていうのはないんですけど。うんうん でもやっぱりその総合科学に裏打ちされた国際人材とか,、はい、か国際人材なんだけど科学の知識も持ってるとか、うん、まあそういうところをもうちょっとうまく伝えられたらななんて思って最近活動をいろいろしてます、はいなるほどもうだから次の段階に来てるわけですね、うん、まあ少し振り返っていただいてあの、まあ、もう今卒業生何,何期出してらっしゃいましたかね これまでの卒業生の皆さんを今振り返られていかがですかその育っていった学生たちを。えっと実はこの前うんと土曜日ですかね、はい、土曜日にホームカミングデーということで、はいえー、卒業生たち何か集まってですね、ええ、在学生と話したんです。うんでまあ、彼らを見見てていいるるとと卒業生やっぱりたくましく く生きてるなというか、うん、そうですかはい、まあいろいろです。ええ、あの就職率に関してはずっと100％パー、ほぼ100％パーセントで推移してきて、み、うんなきちんと就職できてる。で、まあ情報として耳に入ってくるのは、うん、転職している学生も結構いると、はい、卒業生で,ですね、うん、言われていて、うん、で、まあある先生はなんかすごい変わってるみたいなんだけど大丈夫かなって言われるんですけど。うん 逆に私は、うん、いや転職できてるんならすごいじゃないってうん、うん、<laughs> 言ったんですよ。うんうん、あの辞、ー、めて次の仕事が見つからなかったらまずいんですけど、うんうん、そこで買われるっていうのは、うん、うちの卒業生ならではなんじゃないの？うんうん っていう話を。多分それはスケールアップしながら変わっていってるってことなんでしょうね。ええ、そう思ってます。うん、はい。ですので、まあ、あの順調に、あの有能な、手前味噌ですけど。いやいや有能な人材を輩出できてるんじゃないかな、うん、っていうことは思います。うん、なるほど。じゃ、もう、これまで皆先生方も一生懸命、こ取り組んでいらっしゃったことは間違ってはいないと。ええ。そう思います。ですよね。だけど、ここでとどまるんではなくて、もっともっと先へいろいろと考えて。 やっていかなければいけばいいという今そういう雰囲気なんでしょうねそうですねうもうちょっと幅を広げたいっていうかですね、はいえー、あの国際って言っても今まで我々があ考えていた国際ってまだ幅狭かったなっていうのが、うん、あの感じていて、はい、例えば多くの人が国際って言った時にイメージする言語、うん、英語がまず第一にきますよね、うんうんうん、そうですね でその他のものがああの上がってくるかっていうと、うん、あんまりイメージに上がってこないなんか国際っていうとイコール英語みたいなでもそうじゃないはずなんですよねやっぱり、えーえー、いろんな国や地域があって言語もたくさんあって、はい、でそういうところにもうちょっと注目しないといけないんじゃないうん、うん、っていうふうに感じ始めてます。なるほどいやまだまででだちょっと興味深くお話を伺いたいたんですがここで1曲 また今回も同じように曲を持ってきていただいたんですけれども、えー、エアロススミスの曲ですねこの曲に関してすごくあの面白いエピソードが私あってですね、はい、ですそれでこの曲を選びました <laughs>、はいあの。私映画が好きでよく映画見るんですけど、はい、でなんか映画好きの人たちが集まっていて。うん 宇宙を舞台にした映画で何が一番面白かったっていう話になったんですね。はい、で私最初に思い当たったのがこのある映画だったんですけどタイトルがどうしても思い出せなかったんですよ、はい、最近物忘れも激しいし思い出せないそれで。だけど私の頭の中にもある歌詞が思いついたんですよね。はい あの、それでその歌詞を言ったところ、そこにいた全員が、うん、あ、アルマゲドンねって <laughs> 言ったんです。<laughs> はいはい、それで、うん、あ、面白いなと思って、まあ、サウンドトラックが、あの、映画を代表するようになるっていうのはよくある話ですけど。うんうん、まあ、そのうちの一つですかね。はい、では、早速、タイトルコールお願いいたします。はい、エアロスミスでミスタスイング。 もう本当にあの何でしょう、ね、学部挙げてというか多分全、まあ、先生方も含めて本当に真剣に一生懸命取り組んでいらっしゃるというのを今の先生のお話伺ってもよく分かるんですがただ今後のです、ね、3年半これ世の中がずっとそうですけれどもこのコロナ禍の中でやはり不自由がたくさんあったと思うんですがいかかがででしたか、うん、そうですね、まあ、皆さんもご経験なので分かるとは思いますが。うんうん 特に我々の学部は2年生の後期から3年生の後期まで海外に留学するっていう大きなイベントがありました。でこれがもう一切できなくなってしまった。はい、特にコロナ最初のパンデミックパンデミックの最初の時には強制帰国だったんですよね,、うんはあ、ねなので海外からどうやって帰国させたらいいのか。うん っていう苦労が非常に<ー>でもう本当に教職員あげてですね、うん、羽田まで迎えに行く成田まで迎えに行く <laughs> 公共交通機関に乗れなかったので、はい、レンタカー借りてわざわざ迎えに行くとかう、はい、私も宇部空港まで車で迎えに行きましたけど最初の年はひどかったですね。で特にその後も海外にも全く行けなくなってしまって。 でどうやってこの国際感覚を身につけさせようかっていうのでいいろろ苦労しましまたね、はい、例えばそこで工夫されたことっていうのはどんんなことがあるんですか、えっとまあ、もちろん日本にいても国際感覚は養えるといえば養えるはずなんですよね。ですけどもやっぱり現地とのやり取りとか現地に行かないと身につかないことももちろんある。うんはい、でどうしても難しいこともあるんですけど。うん でもやっぱオンラインっていうのは使うべきだろうという話で、はいうん、かなりオンンラインシステムっていうのは多ししましたねほ,ほとんどの,あの授業がオンラインにはなりましたけど、うん、その中でもやっぱ海外とのやり取りを、うん、あのたくさん入れ込むとかですねで実際にはちょっと実現できなかったんですけど、うん、学生が外に出れないんだったら、うん、海外の教員を、うん まあ、一人なら、もし、一人、二人っていう少人数であれば呼べるかもしれないということで。はいうん、あの、学生がいけないんだったら、教員を呼んでみたら、どうかとかですね、うん、いろんな議論をしますね。うんうん、はい。でも、本当に、あの、試行錯誤しながら。だけど、今、お話を伺ったら、ある意味、その海外と、そういうふうに繋がるっていうのも。かなりの、頻繁に行わなければいけなく、とすると。学生の皆さんにとってみても、それ、すごくいい経験。ですよね、うん。そうですね。うん あのー、やっぱり日本の中にいると、うん、どうしても日本の文化とか習慣とか、うん、まあ周りにいるのも日本人が多いっていうことでなかなか身につかなかったりするんですがその国際感覚とかいうものがですね日本の文化以外のものが、うん、に触れにくい。はい ですけどやっぱりオンラインであったとしても、うん、海外の人とのやり取りをしていくとですねそれなりに会話をしなきゃいけないし、ね、会話も生まれますし、ね、それからまあバーチャルといえばバーチャルなのかもしれないですけどねでも実際に話してみれるというのが、うん、あの学生にはすごく刺激になっていたようではありました。ええ、なるほどね まあそういう中でも今先ほど先生が「就職はほぼ100%できた」ってこの間って就職活動も大変だったと思うんですけれどもそうですね、えー、あの就職の面接これももう全部オンラインになって、うんうん、で,、ねはいでまあ、逆に学生は喜んでいる面もあって交通費が浮くというのもあったんですが <laughs>、はい、ほぼまあオンラインになってうん、うん、で,でも学生は。 あ、ある意味、その海外とのやり取り等々。それから授業でオンラインでやっているっていうことが多かったので、そこでトレーニングできていたこともあってで、就職の時の面談等々もかなりうまくこなしていたみたいです。そうなんですね。まあ、でもあの希望する企業によっては採用すらないっていうこともあったかと思うんですね。そうすると入学当時思い描いていた先が。 そういった意味では、あの、うまくいかないっていうことも。あったんじゃないんでしょうか。うん、ありますね、それも。うん、えっと、特に、かわいそうだなと思ったのは、あの。エアライン関連の企業。ねえー、はい。ほぼもう採用がなくなってしまったので。そこに行きたいって言ってた学生、うちの学生結構。あの、エアライン関連に、の企業に就職すること多いんですけど。うんはい、うん、それはかわいそうでしたね、うん、本当に。 それをこううまく、あの、なて言うんでしょう、シフトするというか、他のところにっていうか。それもやはり先生方も随分ご尽力なさった。そうですね、いろいろ工夫はしました。うん、例えばエアライン。っていう志望がある学生には。 もうちょっと目線を変えて流通っていう意味で、まあ人が物に変わるかもしれないけど、物流とかどうだとかですね。なんか近いところで、もう少し視野を広げて、選択肢を広げてみるみたいな、そういう指導はしたことがあります、ねうん。なるほど、はい、まあ寄り添ってくださったっていうことですよね。そのここまでは、どうも先生のお話を伺う限りでは、まあ、思い描いていらっしゃった学部っていうのはできているのかなって思うんですが。 いよいよここからですよね。もう本当にあの周知もされてきたと思うんです。あの全国的にも学生さんたちの間にもここからどんなふうにこの学部を育てていきたいって思っていらっしゃいますか。<laughs> まああの私にできるかどうか何とも不安なところではありますが、<笑><笑>できるだけやっぱりあの幅を広げたい。うん、もっと幅を広げたい。うん、他の学部に比べると、うん、授業の科目の分野の種類が多いとか。うんうんうん 視点を多くするとかいう特徴はあると思うんですがそれをもっと広げたい、はい、例えば海外国際っていうキーワードで海外のことを考えたときに、うんえー、一般的になんか英語圏とか英語っていうことが頭に出てくると思うんですよねうん、うん、だけど国際って言ったら英語圏だけじゃないよねって気づいたんですうん、うん、まあ気づかされたというか、うん、でもうちょっとじゃあ留学先増やしましょうよ、はい 例えば今まで今も現在もそうなんですがアフリカって交換留学先ないんですね我々の学部には。ないんですねなのでちょっとアフリカに行けるようにしましょうよ南米に行けるようにしましょうよていうことを今計画をしていましてですね新たにいくつか交換留学先を増やすとかオンラインの授業をもっとたくさんにしましょうとかですねいうような取り組みはしてます。なるほど 国際関連に関してはそういうことをやり始めていて、うんえっと、総合科学っていう意味でも、うん、もうちょっと自然科学に力を入れませんかという,、うん、というようなことも、うん、あの考えてます。なるほど で例えばまあ今流行りなのかもしれませんがスティーム教育っていうようよなやつですねああ、はい、学際的で分野横断的なそういう教育をしましょうということを言われてますので、まあ、スティーム教育になるような新しいカリキュラムができないかというようなことも考えてます。はい、例えばですねあの最近いいろんな思考っていう 思思考方法っていいううのを耳にすするんんじゃないかなかと思うんです例えばデザイン思考とかいうのがあると思うんですよねプロググラミング思考とかで我々の学部って分野横断的にやってるんですけどなんかよく見るといろんな思考方法を、はい、自然に教えられてるんじゃないかなってちょっと思ったんです。<ー>その 思考方法って直接的に教えにくいんですけど、うん、だけどいろんな学問を教えていく上でそのさまざまな思考方法を同時に教えられてるんじゃないかなと、うん、で難しいんですけどそこにちょっと注目しつついろんな思考方法っていうことに注目しつつうん、うん、新たなカリキュラムもできないかなというようなことを考えています、はい、なるほどもう始めたさあこれでずっとやっていく終わりが終わりじゃないくて もうその時代時代に合わせて、ね、学生たちのそのやはり、あの、触れ合っているその部分を見ながら。新たにまだ何か、出すものはないか、もっとあるんじゃないか、こういったことをも常に考えてらっしゃるってことですよね。綺麗にまとめていただでで。いや、そんな、そんな、いや、<laughs> いや、いや、いや、でも、本当に先生のお話を伺うと。<laughs> なんか、先がどん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 、また、こう、なんて言うんでしょう、広がっていく印象があって。ありがとうございます。はい。 もうあのう人気ある学部ですけれどもますますのいろんな方々が全国から優秀な学生さんが集まってまた本当にあの思い描かれる学部ができるといいですよね、はい、はい。そういった意味では多分杉井先生が学部長になられたのはそのあたりじゃないかなと私は感じました素敵な学生さんが入っていらっしゃることを願いながら最後の1曲、はい、1> はい。これは何をお持ちいただきましたか これも映画の中で使われる使われていたサウンドトラックなんですけど「スピーチレス」っていうものですこれ「アラジン」っていう映画の中で使われていたもので中で歌われる歌なんですけどこの「スピーチレス」っていう言葉がですね日本語になかなか訳しづらいなって私は思ったんです。 で辞書を引いてみると、まあ無言であるとか<ー>、えー、黙っていられないとか、<ー>いろんなまあ訳がつけられてるんですけど、うん、あまり日本語にない表現だなと思って、うん、すごく印象に残って好きな曲です。うん、それはの心の声ということですよね。はい、そうですね。はい、ではこの曲を聴いてみたいと思いますけれども、先生タイトルコール、申してお願いいたします。はい、ナオミ・スコットでスピーチです。心の声です。 あの杉井先生はもともと鳥取県ご出身というふうに伺っておりましたけれども、まあ、この山口に住まれるようになってえっとどのくらいになりますかもう年,30年っていうことはもう山口が、はい、もうふるさとと言っていいですね <laughs> 最初は第二の故郷と言ってたんですが <laughs>、はい、もう今やこちらの方が長いので骨をうずめる覚悟ができました。やった <laughs> 嬉しいな <laughs> でその山口で、まあ、お仕事もいろいろと落ち着かれた頃に確か何かやりたいことがあるっていうふうに伺っておりますがそれは何でしょう、はい、私カフェやりたくてですね営業っていう職業を全くやったことがなくて、はい、あの接客業もやったことないので。うんうん 研究も面白いんですけど、うんうん、同時に自分がどれぐらいその接客業ができるのかっていうのを試してみたい。え、<laughs> その試したいためにカフェですか？はい。はい、えー、いやでも先生。 なんかその営業向いてるって気がしますよ。前回のお話もでしたが、今回より一層わかりやすかったです。はい、あ,はありがとうございます。あのラジオなんで、お顔がね、皆さんに、あの見ていただけないんですけど、とっても柔らかくて、いい印象なんですよ。本当に。なので、あのぜひ、この、もう確実に決めた山口ふるさと、はい、ここで <laughs>、いずれカフェが開かれ、多分そこには。 の卒業生がたくさん毎回集まってくる、そんなこう、なんか私の中では想像がつくんですけれども。ぜひ実現していただいて、はい、卒業生と留学生を。あ、いいですね。来てほしいですね。そうですか。はい、私たちもいいですか。もちろんです。<laughs> いや、本当に、あの、とてもいいお話を今日伺うことができて、嬉しかったです。また、もしかしたら、伺うこともできるかと。はい。楽しみにしております。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。